一条金貞を。奏でよ、誠実にの。残党にとっては存亡をかけています。所領の瀬戸正康の決死の覚悟、地の領域地の奇策は敵なら見事、味方はすっかり分断されてしまいました。敵はどこから出てくるか分かりません。まだまだ油断できませんね。鬼没の傭兵で我らを翻弄するか。今は括弧撃破で潰していくかあるまい。魂の鼓動が
は正気の呼び水、ここから巻き返すぞ。伝わるぞ、反骨の魂の鼓動が。暗黒の魂の鼓動が。おっと、この間な。魂の鼓動が。あの女、貴様らの相手はこのわしだ。ご少将様に手出しはさせぬ。関わった者が実力以上の力を発揮するということか。ビドさん、人使いが荒すぎるぜ。まあ、ご褒美のチョップのためだ。行くぜ。転がすのなんて簡単。次は敵ごともつっついてみようかしら。まさに戦場に咲く一輪の花、摘み取るなんて俺には好きなんだ。彼女に惑わされていますね。魔性の女。あの魔性のことに興味を持つんじゃありません。一刻も早く彼女を捕らえなくては。進軍を止めよ。あの美しき女子は何者ぞ。汗臭くなっちゃう。悪いけど失礼させてもらうわね。アウチ。
ちょっか。いや、まだだ。俺は諦めねえ。俺の銃口は女を狙わねえ。が、心情でな。悪い。だが、美女に悪人はいねえのさ。根拠なく言い切るか。上等。俺たちは敵本陣への進路を開く。行くぞ。開門。本陣を襲うか。綺麗な顔してえげつない策を考えるよね。救援に向かう道を開け。故障者様のため必ず勝ってみせるぞ。あんなのが切り札だって。彼女男を見る目なさすぎだろ。仕方ねえ、俺が目を覚まさせてやるか。本当の色男が誰か教えてやらねえと。
しないで。これでアワとサヌキは制した。残すは、イオか。